皆さんこんにちは、滝沢克哉でございます。ちょっくら私がなんかこの手の話題というかこういう内容を取り上げるのは非常に珍しいところでございますので、この動画を見ているほとんどの方がまあその物珍しさから来る好奇心で動画を再生してくれてるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。まあタイトルとしてはですね、まあギタリスト YouTuber についてみたいなことを書いてしまいましたけどもね、ちょっと私が最近思っていることをつらつらとお話しさせていただければなと、思っている次第でございます。まあもちろんこの動画をね、撮るきっかけとなったものとしては、もう皆様もう僕のチャンネルを見てくれてる方だったらもう皆様共通認識として思ってるあの問題なんですけれども、まあその某 YouTuber さんがまあちょっとこのプチ炎上じゃないけど、その騒動を起こしてしまって、で、それでこう、もやもやってなってるじゃないですか。で、僕自身もね、別にそんなに拾ってるわけじゃないけども、やっぱりこう、ツイッターとかペーって見てるとね、なんかいろんな人のこのおすすめツイートとかで、まあ出てくるもんでございますから、まあある程度やっぱりその流れはね、ちょっとこう、把握してるというか、知ってるというか、目についたというところでございまして、なわけでございますよ。で、それで、まあ、そうですね。まあ、この動画をちょっと撮ろうと思った目的としては2つありますね。まあ、いわゆるその YouTube の動画とかをいつも見てくださってるような、視聴者の方々、そのギタリスト YouTuber のね、いろんな方いらっしゃるじゃないですか。そういう動画とかを見てギター練習したりとか、機材の参考にしたりとかしてるような、まあ、視聴者の方に、まあ、こういう考え方の人もいるよっていうことをしてほしいのが一つと、あと何気にこの動画の視聴者さんの方の中に多いんじゃないかなって思うのが、まあ、僕と一緒に同じような感じで、そのギターレッスンとか機材紹介とか演奏動画とかをアップロードしているギタリスト、YouTuber さんも何気に多いんじゃないかなと思うんですよね。で、その方々もですね、いろんなその騒動とかをこの見ながらね、あ、どうしようかな、もや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 とかっていうふうに思ってる中で、竹谷さんがなんか動画出しちゃって、どれどれ見てみようみたいな感じで、その見てる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。まあそういう、視聴者さんの方に僕みたいな人もいるよっていうことをしてほしいのと、あとまあ同じような立ち位置の人に、おそらく多分同じようなことを考えてると思うので、まあちょっとこう一緒にこの頑張りましょうね、みたいな感じのことを言いたいの、その二つが目的でございます。はい。で、ちょっとまあ話を戻して、まあそのことの騒動のきっかけとなった、そのね、旅というか旅行というか、それのその是非に関してはちょっと分かりかねるところがたくさんあるから何とも言えないところですよね。やっぱりタイムラインとか見ててもね、なんかこう出てくる情報としてはやっぱりその一方的な情報ですし、やっぱこう片方だけのね、言い分とか見てるとね、その物事ってやっぱその判断できないじゃないですか。だからもう片方の方の話も聞いてみないことには、なんかこうそれぞれの背景とか、それぞれの思いとか、それぞれの狙いとかがあったりとかするわけなので、それがまあその分かりかねるというので、まあ何とも言えないところだなっていうのが私の正直なところですね。で、その、まあ、単純にその関係してる人、まあ、直接の関わりがある人だったら別にいいんだけども、その僕とかって基本的に部外者関係者じゃないじゃないですか。無関係というか全然会話の外じゃないですか。で、それらのその騒動をまあ見て、こう思うって別に思うこと自体は、自由ですし、まあ、別にいいことというか悪いこととかそういうの特にないと思うんですよ。別に思うことは別にいいと思うんですよ。けどそれをね、まあ、発信すること、なんかこれに関して僕はこう思うなみたいなことをふうにこう言うことも別にそんな悪いことじゃないと思うんですよね。けどいろいろ見てるとなんかこうおもちゃというか、なんかすごいこのなんだろうな、その本当に最近よく見るそのネットリンチじゃないけどね、なんか本当にこれは攻撃していい対象だっていうふうになってると、やっぱみんなこう好き勝手こうサンドバックしてしまうところがあったりとかするので、まあそういうね、行き過ぎた行動してしまうとね、またこうよからぬ結果を生んでしまうので、なんかそういうのとかってちょっと見ててなんかなんだろうなって思ったりとかするんですけども、まあ基本的にその私たちは無関係でございますので、そんなにこう突っ込んだ話をするべきではないとは思うんですよね。けどまあ個人的な感想をちょっと述べるにすると、まあ、やっぱりその一方的に片方の人がこうわーっと言ってますよね。で、もう片方の人はそのだんまり決め込んじゃってるからさ、なんかそのだんまり決め込むイコール認めるっていうふうにやっぱ世間の人たちはやっぱ思ってしまうので、その認めるわけにはいかない、俺はこうで、こうしたい、こうしてんだ、みたいな感じでこう言うべきなところを全部そのだんまり決め込んじゃうから、やっぱりみんなね、ああ、じゃあこっちの人が言ってることは正しいのかってやっぱ世間一般は思っちゃうし、ね、その本人的にね、いや、そうじゃねえんだよっていうふうにこう思うこともたくさんあるんですけれども、やっぱりだんまり決め込んじゃうってことはみんながそう思っちゃうわけなので、まあその辺はすごいこの損してるんじゃないかなとは思いますけどね。ね、だからそれで、その、そうですね、まあ善悪を言うつもりは全くないんですが、まあ仮にその一方的にわーって言ってる人の言うことが、まあ内容が正しいならば、
まあやっぱりね、早めに、なんだろうな、その謝るというか本当もそれですよね、ごめんねと、これこれこういうことでちょっとこの辺嘘つきましたすいませんとか、ちょっとこうね、ちょろまかそうとしましたごめんなさいとか、ちょっとこの辺でなんか突っ切ろうとしました、うやめんしようとしました、嘘つきましたすいませんって感じで、そうするとね、なんかこう、まあその一方的に言ってる人ももともとはそのファンの方だったわけじゃないですか。結構そのあーって言ってくれる人って、そのいわゆるなんだろうな、そのクレーマーって言い方はすごいあれだけどもね、なんかいろいろこうなんか信頼してるから言うっていうか、その期待してるから言うっていうところもあると思うんですよ。だからよく言われるね、その飲食店のそのなんかこうイチャモンつけてくれるそのクレーマーの方にすごいめちゃくちゃこう丁寧に対応して、すごいこの真摯な対応すると、逆にこのむちゃくちゃファンになるっていうその反動があったりとかすると思うので、まあ割とそういうチャンスはたくさんあったんじゃないかなと思うんですけども、結構そういうのをね、その全部こう潰してしまったのが、まあ非常にもったいないなと、よくある本当に小さな嘘をなんか塗り固め塗り重ねて、なんかこれからどこに向かっちゃうのかなみたいなね、どん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 ね、広がっちゃうとね、より一層取り返しがつかなくなっちゃいますからね。なんか本当にその辺は損してるなっていうところはちょっと僕は個人的に思いますけどね。でもまあそれがね、ダメだとは言わないですし、まあいろいろとね、思うこともあるでしょうから、事情とかもあるでしょうから、私はそんなにこう、あれに関してはそのとやかく言うことはないかなと思うんですけどね。損してるなと思いますけどね。でもまあそれ以上にですよ。この動画を撮ろうと思ったまた2つ目のきっかけとしては、そのいわゆるそのギタリスト YouTuber っていう括りになると、その私もまあ直接関係する話になってくるじゃないですか。で、僕はちょっとすいません、申し訳ないことに存じ上げなかったんですけれども、まあ、その YouTuber さんにね、その機材とかを貸している、まあ、某メーカーさんなのかな、ちょっと分かんないけど、なんかそのまあ機材を貸していると、でその機材を返せっていうふうには言わないけれども、なんかなんでそういうふうにならないのかなみたいな感じのこのツイートをこうポロッとしたら、なんかすぐこう連絡が返ってきたみたいなのがあったりとかしたんですよね。でそれでそのメーカーさん、企業さんが、その発信してる下のところにそのまた別の方のリプライで、まあ、今後ねこういう企業案件とか、まあ、YouTuber にその依頼をするとしならば、まあ、メーカーが企業側からしてみたらすごいこのもっとこの厳しい目を向けることになるでしょうねみたいな話をして、あ、まあ確かになってすごく思ってですね、それはすごいその通りだなと思って、そう考えるとなんか私もなんかね、向こう岸の何がしじゃないけどね、そういう関係ねとかって言ってる場合じゃないんじゃないかなっていうふうなことを思ったりとかしてですね、ちょっとその辺、そのギタリスト YouTuber の方々、もし見てらっしゃったらね、その一緒にちょっと、気を引き締めるってわけじゃないけどね、頑張っていきましょうっていうメッセージもちょっとこの動画の中に、含んでおります。で、別にその言い訳をするつもりじゃないんですけども、そもそも YouTuber ってなんやねんって話になってくるとさ、結構 Yahoo ニュースとかでもすごいこのね、なんかコメディ系の YouTuber さんが炎上したとかさ、なんかそうよく出てくるじゃないですか。なんかどこどこで迷惑行為したとか、どこどこで犯罪行為をしたとか、どこどこでそのね、電車の乗り継ぎをたらかんたらとか。で、結構前の話になるけどね、コロナ何がしですごい世間がこう自粛っていう時にね、その何十人っていうパーティーしてもう大揉めしたみたいな。まあ、ああいう、なんていうんですかね、その、まあ、意識の乱れっていうんですかね。なんかそういったものがやっぱりこう、有名であるがゆえに、すごいこのボロが出てきて、で、それらをそのメディアが取り上げて、なんかこの YouTuber わらわらみたいな感じになることってすごく多いなって思っていて、でまあそれはそうなんですよね。そもそもその YouTuber って何やねんって話になると、その素人の集団でございますから、なんか僕が始めた YouTube を始めた2007年とか2009年の頃とかって、もっとこの YouTube ってアングラというか、本当にこの同人誌というか、そういうこの知ってる人同士がこうね楽しむみたいな感じの、その初期のパソコン通信みたいな感じの、ああいうこのね、アングラサイト、なんかすごいこの物好きサイトみたいな感じの意味合いがすごく強かったんですよね。で、そこで技術ある人がね、そのいろいろこうコンテンツを作って、まあ技術の無駄遣いわらわらじゃないけども、結構その楽しいことをお互いに投稿し合って、なんか和気あいとやっていこうよみたいな感じの、なんかそういうのがあったと思うんですよ。けど2011年、2012年ぐらいになってきて、特にヒカキンさんとかがね、すごいこの莫大な、なんか影響力を持つようになってくると、結構テレビとかにもその関係が出てきたりとかして、でその頃からそのいわゆる YouTuber っていう単語が出てきたと思うんですよね。昔はそんなのなかったんですけども、でその時そのテレビでなんか面白がって、そのね、テレビの芸能人となんか YouTuber わらわらみたいな感じの比較されることがすごく多くてさ、なんかその YouTuber っていうとなんかちょっとこの若干揶揄しているというか、なんか皮肉ってるイメージがすごい最初は強くて、
で、それで僕もね、当時 YouTube ですごいこの動画配信しててありがたいことに再生回数とかすごくあったけども、やっぱ僕自身もその YouTuber って言われるのすごい嫌だったし、その時一緒に動画投稿してたその久保さんとか池脇さんとかも、なんか一緒にこの YouTuber ってすごいなんか嫌だよねみたいな、なんかすごいこの軽んじられているというか、なんかそういうような感じがしてすごい嫌だよねなんて話をしたんですよ。けどそれがね、時代がどんどんこの進んでいって、その YouTuber が盛り上がって、その皆様スマートフォン一つあれば、当時はスマートフォンとかなかったからさ、その動画投稿とか難しかったんだけども、大体2015年、2016年ぐらいになってくるとね、スマートフォンがすごいこの一般的に普及してきたじゃないですか。そうするとね、面白がって、その事件を起こしちゃう人とかも出てくるんですよね。初期の頃とかなんか爪楊枝事件とかあったじゃないですか。じゃがりこの中にその爪楊枝を刺してそれを動画投稿してなったらかんたらみたいな。なんかああいうどうしてもこうしょうもないことをしてしまう人が出てくるというか。で、結構それの延長線上だと思うんですよね。その有名 YouTuber さんだけれどもなんか炎上しちゃうみたいな。で、本当にいわゆるその普通の高校生とか普通の中学生とかがなんか面白がってこの動画投稿して、で、それこうね、物のことのその善悪とかつかないまま、なんか数字とかを持ってしまって、で、その善悪がわかんないまま、まあある程度その大人になったりとか、年を重ねたりとかした上で、なんかその企業に勤めれば、もしくはそのどっかへその部活とかに入れば、もしくはどっかへそのアルバイトとかをすれば、なんかね、いいことと悪いこと。とか、なんかその怖い先生とか怖い先輩とかがいて、なんかその善悪をつけてもらう。いろいろこう学ぶ機会がたくさんあるはずなんですけども、そういうのを経ずに、まあそういう YouTube 活動とかを続けていると、UM とか、そういう事務所に入るのはまた別だけどさ、そういうのを入らずに個人でやってると、やっぱりどうしてもどっかでこのボロが出てしまうっていうのがそうあると思うんですよね。まあ、かくいう僕自身もやっぱその辺すげえなんかこう気をつけなきゃなって昔から思ってて、過去にも何回か動画で話したことあると思うんですけども、僕むちゃくちゃ言葉遣い気をつけてるんですよ。本当昔から、2009年の動画投稿を始めた頃からずっと。なんでかっていうと、常にこう自分自身をこの律してる姿勢でいかないと、どっかでこれボロが出るぞっていうことをすごい、危惧していて、僕自身、学がすごくなくて、もう普通に高卒だし、偏差値とかも全然低いし、別に就職経験とかもないし、なんかそのアルバイトとかも、まあもちろんしたけどね、そんなにこの怖い先輩がいてとか、厳しいなんか社長がいてとかっていうのは、それ全くなく、結構ぬくぬくと育っちゃったから、なんかその辺のリテラシーが結構低い方だなって思ってるんで、すげえこのめちゃくちゃ気をつけてるところなんですよ。でもまあ僕は一応気をつけながらもね、それなりにまあいろいろとこう好き勝手やらせてもらったりとかして、まあ今があったりとかするわけなんだけども、でもどこでどう、なんかそういうこの炎上ごとに巻き込まれても全然おかしくないなっていう火種は、まあ正直それなりにあったりとかするわけなんですよね。で、それらが、まあ、なんだろうな、もっとこの大々的にね、その犯罪とか詐欺とかしてしまう人もいれば、まあ、今回見たく、広い目で見ればすごいこう人道に反してることなんだけども、本人はなかなかそれに気づけないというパターンもあったりとかするわけなんですよ。まあ、今、話題の渦中の方も、まあ、おそらく、多分、本人としては、何が悪いかが分かってないとか、そういう感じだと思うんですよね。何が悪いかが分かってない。何が悪いかが分かってない。で、これ YouTube に限らず、まあね、再生回数とかで、注目を浴びれば浴びれるほどっていうところなんですけども、そういうのがあるほどですね、ちょっと二つの弊害があると思うんですね。二つの弊害。まず一つ目の弊害としては、数字を求めてしまうというか、結果をひたすら求め続けてしまうっていうのがあると思うんです。で、これのすごい象徴的なところとしては、結構、なんだろうな、コメディ系の YouTuber さんとかで、なんかこう面白いと思ってやったことが、それがちょっと犯罪スレスレだったりとか迷惑行為だったりとかして、まあこの炎上してしまうみたいな。けどそのコミュニティ系のその YouTuber さんもなんかもう毎日毎日動画投稿して、あれやってこれやってそれやってみたいな感じで、すごいこのね、これやったら面白いんちゃうか、これやったら面白いんちゃうか、これやったら面白いんちゃうかっていうチャレンジをもう毎日毎日しなきゃいけなくて、でそれのチャレンジをバーっとし続けた結果、やっぱりこのちょっと善悪の感覚がだんだんバランスが悪くなってきて、面白ければいいみたいな感じになってきてしまって、で、それでこう動画を投稿したらむちゃくちゃ炎上してしまうみたいなパターンよくあると思うんです。で、そこでね、開き直る人もいれば、まあ素直に、まあ今回の動画は行き過ぎましたって感じで、ちょっと冷静になってちゃんと謝れる人、謝罪できる人もいると思うんですけども、結構そんな感じで、この、ね、結果をやっぱりこう常になんか求めてしまうっていうところが、一つの弊害としてあると思います。で、二つ目の弊害としては、なんかこう、すごい言葉を選ばずにド直球で言うと調子乗っちゃう本当にこれ調子乗っちゃう、俺すげえんじゃねえかなとか、俺マジやべえみたいな感じで調子乗っちゃう。
だからそれの言葉を本当に選ばずに言うとすると、なんか俺なら何しても許されるというか、まあ、俺がやってるんだからとか、俺が会ってやってるんだからとか、俺がやってやってんだからみたいな感じの、なんかそういうのがね、まあ、正直出ちゃう、あの経験済み出ちゃう経験済みで、僕はそのそういう調子乗るのが出た時に、まあ、たまたまその仕事で一緒にしてる人がすごい怒ってくれたりとか、して、あ、いか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 みたいな感じになったんだけども、まあ、それがね、なんかないパターンっていうのもやっぱりあるから、僕も全然危ういですよね。全然危ういんですよね。でそれらのそのパターンみたいなのが、そういうこう、まあ、うまい具合に、うまい具合じゃないか、逆になんかうまくいかずに、うまくいかずに、うまくいかずに、うまくいかずにってなっちゃうと、まあその世間一般のそのいわゆるその YouTuber の炎上ってことになってしまうのかなと思うんですけども、だから普通にさ、皆さんから考えてみたらさ、その YouTuber がさ炎上してる事件とかってさ、Yahoo ニュース見たらさ、こんなんやったら炎上するに決まってんじゃん、バカじゃないのっていうふうにみんな思うじゃない、みんな思うじゃない。けどね、まあもちろん僕もそれに関しては全然理解はできないんだけど、でもちょっと同情の余地はあるなってちょっと思うんですよね。ちょっと同情の余地はある、気持ち分からなくはないみたいなところがあるので、だからなんかこうあんまりこう言えないんですよね。なんか分からなくないなってすごく思うから言えないんですよね。だから皆さんもそういうふうにこうね、旗から見たらね、あ、誰もいらないかっていうふうに思ったりするかもしれないんですけども、まあ、ちょっとそういう側面もあるんだなぁなんてことをですね、ちょっと心の中に留めていただけると、いいかなと思いますね。そうすると、なんかこう一方的に、なんかあいつが悪い、こいつが悪だみたいな感じで、ふざけんじゃねえみたいな感じで、こうバーッとサンドバッグにするみたいなことは踏みとどめられるんじゃないかなと思ったりとかするので、ちょっとその件はですね、ちょっと一つご留意いただけたら、幸いでございます。でもう一つ、そうですね、その YouTuber は、まあ、基本的にもともとはその素人の集団だっていう話の続きなんですけども、まあ、その YouTube がメインストリームやってね、そのニコニコ動画とかちょっとストレスされてしまって、その動画業界、そのユーストリームとか Vimeo とかいろいろ、まあ Vimeo まだあるか、ユーストリームとかバインとかあったじゃないですか。そういうのがね、そのどん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 、下火になってしまって、でその YouTube がね、結構動画サイトのメインストリームとかになってくると、まあその参入してくる人もやっぱすげえ増えるわけですよね。もう今その芸能人の方とかもガッツンガッツンやってるじゃないですか。僕知らなかったんですけども、一時期その芸能人の方々と一時期ちょっと仲良くさせていただくことがねあって、結構皆さんが知ってるような有名な方々と、まあ、例えばそのうっちゃんなんちゃんの南原さんとかと一緒にこういろいろと仕事させてもらったりとかイベントさせてもらったりとかしている流れで、結構いろんな芸能人の方々と接する機会あったんですけども、なんか普通にこの人 YouTube でこんなに活動してたのっていう人結構いて、芸人さんとかでめちゃめちゃ再生回数いってるし、普通に YouTuber じゃんみたいな、芸人さんも結構いてですね、まあそういう、まあ、YouTube やってる人って本当にすごく多いなというところなんですけども、で、その、かたや一方でその僕みたいなその素人みたいな人がいるんですけれども、だからその、前に、そうだな、その企業のその案件とかに関するリテラシー何がしてっていう話を今しようとしています。まあ僕自身もそのこの動画の中で、チャンネルの中でいろいろこのエフェクターを紹介したりとかギターを紹介したりとかしてるんですけれども、普通に自分で欲しくて自腹で買ったギター、例えばそのバッカソンタクティクスとか、あとラグギター、T70ACE かな、3万円で買った安いやつとか、あと普通に昔から使ってるビル・ロレンスとか、あとこのマイティーヤーとか、まあこういう自分でね買ってこれめっちゃいいじゃんみたいな感じでやってるものもあれば、まあ、やっぱりその案件として企業さんからそのエフェクターギター提供するんで、これ動画にしてくださいという感じで使わせていただくこともあれば、まあ単純にそのね、いくらいくらっていうそのね、広告費で、まあこれ PR してくださいっていう集まったりとかして、まあそういうんでちょこちょこお仕事とかもさせていただいているところでございますが、まあぶっちゃけ、その、やっぱりこう、リテラシーがその高い方かって言われると、その高くはないと思うんですよね。すごい低い方だと思います、僕自身。一回そのギークインボックスっていう横浜にあるベース屋さんの佐賀さんがツイッターで書いてたんですけども、まあその YouTuber とか音楽系 YouTuber とかその音楽系 YouTuber にその案件を依頼するその企業のリテラシーがなんか日本はすごい低いと、低すぎると、なんかその PR は PR って言わなきゃダメだしっていうことをなんかそのバーッと書いてて、ああそうなんだと思って、正直そのステマっていう言葉自体も僕結構つい最近
まあ、つい最近ですも5年前ぐらいですけどね、知ったようなぐらいのレベルでして、だから一回そのソニーとその案件させてもらった時にですね、すげえ驚いたんですよね。やっぱソニーはその辺やっぱ世界グローバル企業ですから、やっぱそういうステルスマーケティングみたいなことはですね、もう超絶ご法度でして、結構その規則というかそのコンプライアンスがガチガチだったんですよね。それに比べてやっぱ楽器メーカーさんとかってね、結構メールで、あのこれやってください、いくらいくらす、あ、わかりましたみたいな感じで、でいつまでに動画ください、わかりましたみたいな感じで、本当も結構そういう二つ返事だったりとかするので、まあそれがいい悪いとかちょっとさておき、まあ結構軽いよなっていうのはありますよね。でメーカーさん企業さんもそういうステマとか、まあ一応この10月からそのステマ禁止法みたいな感じで一応罰則化はされましたけどもね、そういうのをしなければいけないぐらいに結構まあ YouTube を中心として、まあ悪事はびこるじゃないけどね、結構横行しちゃってたんだろうなっていうのが正直なところでして、でこれに関しては僕もそこそこ加担してるところはあると思うんでね、今ちょっと反省してるところなんですけども、まあ本当にその僕も何が悪いかが分かんないみたいなところが正直あったんですよね。まあそのステマって言われる行為が、その違法行為がそのなぜダメなのかみたいな、があんまりこう分かってなかったし、あんま実感なかったし、気にしなかったし、まあそれをひっくるめて無責任だったっていうふうに思ってもらっても全然差し支えないんですけども、実際そうだったと思うんで、無責任だったって思われても全然仕方がないところだったのかなって感じはしますね。そういうのこの学ぶ場面もなければ気づく場面もなかったし、教えてもらうところもなかったし、なかなかそれに気づけず、まあ、僕自身はその YouTube なんで始めたかっていうと、まあもともとはそのギター教室の PR のためだったんですけれども、動画の中で何度も何度も言ってきたけども、そのギターレッスン動画ですっていうこの銘打ってるけど、別にその俺はギター講師だからなんか教えてやろうぜへーへーとかではなくて、なんか感覚としては本当ね、なんかちょっとこう茶飲み友達じゃないけどさ、ほんの近所のなんかギター上手い兄ちゃんがなんかギター教えてくれて、なんかその兄ちゃんがなんか変な話しててちょっと面白くて、ギター上手いからなんかちょっと動画でも見ようかなみたいな、そのぐらいのなんかこうラフな感じでこの見てほしいなっていう思いがまああったし、まあ僕自身もそのぐらいの感覚でいたわけなんですよね。でそれはその視聴者の方々に対してそのすごいフレンドリーに感じてほしいっていうキャラクター設定だったりとかいう意味では別にその全く悪いことじゃないんだけども、まあその仕事としてやる分にはどうなのっていうところやっぱありますよね。そこら辺が僕はかなり未熟だったなって思っていて、だから、そうですね、そういうこのコメントでもそのね、ステマ落ちるとかね、ステマかよとかってそういうこの面倒もらったりとかしてですね、結構そういうの気にしてる人もいるんだなとかって思ったりとかしたわけなんですけども、でもそういうのに意識を持っててなかったというか、結構そういうところは多分にあったように思うんですよね。別にそんなにこう深刻な気持ちで YouTube やってるわけじゃねえし、みたいな。なんかちょっとこの近所の兄ちゃんが YouTube やってるぐらいの気持ちやってるから、そんなコンプラとかリテラシーとかステマとか言われても困っちゃうしみたいな感じのところもあったりとかするしたわけなんですよ。ただやっぱり僕自身もそこそこの影響力があることはやっぱり自覚をしているので、なんだかんだでコットンっていうちっちゃいエフェクター、まあ一時期オーロクアクセスさんと仲良くて結構あれをいろいろやってたんですけども、コットン多分むちゃくちゃ売ったなっていう自覚はありますし、あとさっき言ったそのラグギター。まあラグギターに関してはね、僕は好きで、コオログさんに撮影に行って、僕は勝手に動画を上げて、勝手に買って、勝手に動画配信してるだけなんだけど、ラグギターむちゃむちゃ売ったなっていう自覚はあるし、今楽器屋さんに行くとそのラグギターってその必ずあるじゃないですか。あれの状態で作ったのはね、まあ間違いなく私だろうなっていう自覚は正直、あります。で、その意識をその決定的にしたのは、ビヨンドチューブブースターっていう、株式会社シングスさんの、真空管を作ったエフェクターですよね。あれもともと、その、まあ、案件というか、その、最初は幕開けか何かでそのクラウドファンディングしているアイテムで、で、そのクラウドファンディングのその成功アクセスにちょっと足んなくて、で、そのアクセスに、なんかこう、サクセスに持っていくためのその PR として、まあ、ちょっとお手伝い願いやせんかみたいな感じで話が来て、で、それでこう、動画配信をしたんです。で、ちょっと何パーセントだか忘れちゃったんですけども、本当にもう分かりやすく、その、お話をいただきました。で、動画を作りました。で、確認で OK です。じゃあ何日に公開しますつって、その公開をした翌日に、もう申し込み数がバーっといって、その達成だったんですよ。まあ単純にその動画の効果だろうなっていうふうなやっぱ思いますし、なんかそういう片っぽではやっぱりそのギター上手い兄ちゃんみたいなそういうラフさを大事にしたいなっていうのはもちろんあるし、これからもずっと大事にするつもりなんだけども、でもやっぱりその一方でそこそこやっぱ影響力ある人間として、
ちゃんとこう自覚を持たなきゃいけないし、責任を持たなきゃいけないし、なんかそういったこのリテラシーとかもね、そのしっかりこのね、あの襟を正して、これから活動していかなきゃいけないな、いけないんだなっていう、そういうプロセスに来たんだな、みたいな。まあおかげさまでそういうところまで来れたんだな、っていう、いう話なわけでございまして。まあ僕自身も、これは本当に気をつけなきゃいけないなって思っているところでございます。で、だから、その、もともと、話を次に戻すと、まあちょっとこの個人の、まあちょっとこのトラブルからいろいろこのバーッと広がって、まあそのギタリスト YouTuber とか、そのメーカーさんとか企業さんとかまでその飛び火してるわけじゃないけどね、結構影響があったりとかして、で、僕らもね、なんだかんだその間接的に影響があったりとかすると思うんですよ。結構悪い方の影響であったりすると思うんですよ。でもこれはね、まあ一つの、なんだろうな、ちょっと、まあ、モデルケースって言ったらちょっとあれかもしれないですけども、ちょっとね、本当に僕自身も襟を正すいいきっかけになったと思うので、皆さんよかった、配信している方いらっしゃったら、その情報発信している方、動画投稿している方いらっしゃったら、ちょっと一緒に気をつけていきましょうというところでございますね。うん。その辺やっぱその佐賀さんとかってね、やっぱ普通にやっぱ社長なので、その辺のこのリテラシーやっぱ高いんですよね。ツイッターで、佐賀さんと秀則さんぐらいじゃないかな。なんかそういう紹介する何がしでちょっとこの苦言を呈すというかそんなことをしたりとかする人って、うん、他の方々はね本当にまあすごい悪く言うとそこまで深く考えてないというか結構まあねペーってやってる感じだと思うんですよ。僕がそうだったように。でもこれからはなかなかそうもいかないのかなと思うところでございまして、まあ、ちょっと一情報発信者としてちょっとこの襟を正して頑張っていきたいなと思うところでございます。はい、そんな話でございました。とりあえずちょっと私がまあ今回その視聴者様に伝えたい内容としては以上でございまして、こういう人間もいるんだよ、こういう感じ感覚もあったんだよっていう話と、まあ同じく情報発信をしている方に向けて、ちょっとこの編集に気をつけて頑張っていきましょうと、これからもギタリスト YouTuber というか、まあギタリストも続けるし YouTube も続けると思うので、これからも一緒に盛り上げていきましょう、イエイという、そんな感じの動画でございました。はい、そんなところでしょうか。長くなったな、すごい30分間ひたすら喋りっぱなし、以上でございます。もし何かあればコメントとか残していただけたら嬉しいなと思うんですけども、おそらく今回の件に関してはまあこれ以上コメントすることはないんじゃないかなと思いますね、そんな感じでございます。はい、ではちょっと今日は少し暗い内容の動画でございましたけども、次の動画、今日木曜日だから、あさっての11日からはですね、もっとこの、えへんみたいな感じの楽しい動画が続くと思いますので、よかったら楽しみにしていただけたら幸いでございます。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ、滝沢でした。じゃあね。